ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。寿司を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の寿司だと言われています。赤島で会おう。
サガイ様。さあこちらへ、五作の伝承を語りましょう。だが他の層がおらぬ。私は方針らを探して連れ戻してきます。もうここで我らの助け。止められはしません。酒井様。ノリオ、他の層はどこだ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。酒井様、見つけました。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。兄は狼藉者か。いえ、でも怖いもの知らずでした。幼い頃私はよくからかわれておりまして。大昔の話のようだな
それはもう大昔、ある時袋詰めにされ木へ吊るされそうになったところを兄が鬼のふりをして皆を追い払いました。おかげでそれっきり。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎらたは少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ、ソーラが捕まらぬようにな。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。なぜかちょっと様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。人は坂井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。お主ら下がっておれ。アフラッシュ、ベタヌザルスメ。
皆無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。何かご入りをでしょうか。何かお探しですか。また来よう。お前はか。
の鎧は猛虎の武器にも負けません。かつて魍魎や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代の伝承をお聞かせいたしましょう。酒井様、乗りを。
Bravo. Ready. お急ぎください。
待たせてしまったな。金田の木に打ち入ったお方ですね。志村様の恩人だ。このことは生涯忘れません。道中気をつけよ。忘れません。もう安全だ。逃げても殺されるだけです。したようです。さあ早く逃げよう。
rule the samurai for your sons or not. No! Wait! We don't get to hurt that! Also! ゾクゾク。逃がしてやる。 見た者がいるだろう。吐け。何も知りません。知らを切るつもりか。知らん者は知らんのだ。 お侍、あなたからも言ってやってくれ。 何用か申してみよ。 Thank you.
石川先生は死んでなかったんだって。戦を生き延びた。良い弓に勝る武具はございません。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。では、証拠はあるの？俺の友人が見た。酒井様がお一人で金田の木を。陣、こっちに来い。どんな鎧でも結構です。